ター教室へようこそ、ギタリストの竹下敦です。私のちょっと待って、ね、私の、ロックギターのねルーツと言いますとね、なんて言っても、ランディ・ローズさんなんですよ。オジオズボンバンドで在籍してね、残念ながらね飛行機事故によって亡くなったんですけど、ちょっと案件の関係でなんか怒られちゃうかなと思って弾くことがなかったんですが、あの意外と皆さん弾いてらっしゃるんでね、ちょっと弾いてみました。でランディ・ローズさんのね特徴として、あのこういうピッキングハーモニクス、私のプレイスタイルの基礎になったのは、オジー・オズボーンの、ランディ・ローズさんなんです。ちょっと、ね、手見せますね。あのこっち側ね、ランディ・ローズ一般的にロックギターですとこういう風に弾くんですよ。でただね、ランディ・ローズさんの場合ね、クラシックギターにこういう風に構えるんです。ね、あのね、本当にクラシックのようにこういう風に構えるんです。でピッキングはね、すごくごめんね、ハーモニックスの時こう角度をつけて、まあ極端ですけどね、あの実際の演奏ではすごくね、キレがあるんですよ。スパスパカッティングにね、なんですけど、すごくメロディアス。さんのね、持ち味です。オジアズバンドアンドのオーディションの時に、なんとね、ランディ・ローズさん部屋に入ってギター弾く前に合格したんだそうです。すごいですね、憧れますよ正直。だってギター持って立った瞬間に、はい君採用、君あのオジアズバンドアンドのギタリスト、それぐらいにオジってね構えでわかるんですよ。はい、行きますってパッて立って、はいって言った瞬間にもう何弾くかわかるじゃないですか。そこでもたもたしてたらライブの時にね、ギター弾けないでしょ。で、はい、じゃあやってって言って、はい、わかりました、パッて構えてさってやった瞬間に、大体そのギタリストの技量ってわかるんですよね。さすがね、オジー・オズボーンはランディ・ローズが亡くなってからすぐジェイク・イーリーが入りましたけど、ジェイクもね、すごく新しいオジーのね、道を開いたと思います。私のね、すごく尊敬するギタリスト、ランディ・ローズ、もう一回ちょっと弾いてますね。まあ、ここからか。今日ご紹介したのはギタリストのランディ・ローズさんでした。
次回ね、またギタリストのちょっとしたフレーズを、こういうのちょっとねコピーできるとまあかっこいいじゃないですか。ご紹介しますんで、それではまた。 See you soon.